絶対に殺すな。実は害虫ではなく超便利な生物参戦。一足高蜘蛛、世界中に生息するウスチャに近い色をした大型の蜘蛛。屋内を動き回ってゴキブリやハエなどの害虫を捕食する。捕食中に他の獲物を見つけると、食べていた獲物を置いて新しい獲物に飛びつく上に、満腹になっても獲物を発見すると狩っていくため、短い時間でゴキブリを駆除できる。2カマキリ、カマのような前足を持つカマキリ目に属する昆虫。わずか 0.05 秒でカマを振り下ろし、コオロギやバッタなどの昆虫を捕食する。行動範囲が狭いために畑に放つと定着しやすく長期的に害虫を駆除する。カマキリを放つと害虫がヘリ農薬の使用量を減らすことができる。3ハサミムシ、日が当たらない場所に生息する黒褐色の昆虫。ゴミ箱やゴミ捨て場にいる虫を捕食する。また後ろ羽を15分の1ほどの大きさに畳んで前羽の下に収納できる。この仕組みは工学的に注目され、人工衛星のソーラーパネルや傘などに応用するための研究がされている。